王冠連合は、1603年3月24日に、スコットランド王ジェームズ6世が、ジェームズ1世として、イングランド王国とアイルランド王国の国王に即位したことで成立した、同君連合を指す故障。シューダー朝最後の君主エリザベス1世の死により、成立した同君連合である。同君連合の成立により、外交など一部の領域においては3王国が、 統合される形となった。王冠連合は、いわゆる人的同訓連合あるいは王朝連合であり、ジェームズ一世は、グレートブリテン国王として統治することを望んだが、スコットランド王位は公式には、イングランド、アイルランド王位とは、完全に分離していた。そのため、1650年代の共和国時代と、五国教時代を除くと、 三王国がいただく君主は常に同一人物であったが、それぞれが独立国として存在し、スチュアート朝最後のアン女王の治世で成立した1707年合同法で、ようやくグレートブリテン王国として合同した。スコットランド王妃、マーガレット・チューダー。1502年、数世紀もの間にわたるイングランド・スコットランド間の紛争を終わらせるべく永遠平和条約が締結された。 これにより、1503年8月、スコットランド王ジェームズ4世が、イングランド王ヘンリー7世の娘マーガレットと結婚した。二人の結婚により、イングランドのチューダー町の多い継承順位に、スコットランドのスチュアート町が入り、この結婚が持つ意味合いは、ウィリアム・ダンバーのアザミとバラで描写された。この時点では、スコットランドの王族が、 イングランド王位、e、を継承する可能性は低いもののイングランド数密インなどそれを憂慮する声も多くヘンリー七世はこれに対したとえそうなったとしても我が国は何もダメージを受けないなぜならその場合はイングランドがスコットランドに併合されるのではなくスコットランドがイングランドに併合されるからだ我が先祖であるノルマンディ人がやってきてイングランドを統治したように と返答したとされる。イングランドスコットランド間の平和は永遠には続かず、1509年にイングランド王に即位したヘンリー・パスセーが1513年にフランス王国に宣戦復刻すると、フランスはスコットランドとの古い同盟を発動。ジェームズ4世はフランスの求めに応じて出兵、イングランド北部に侵攻した。これによりフロドゥンの戦いが正規し、ジェームズ4世は戦死した。 その後の数十年間のイングランドスコットランド関係も穏やかなものではなかった。ヘンリーパスへの治世中盤になると1503年時点ではほとんど取り上げられなかった王位継承問題が浮上した。マーガレットの子孫はこの時点ではイングランドの王位継承権を認められなかったが王位継承問題はエリザベス一世の治世で再び浮上し、 エリザベス一世の晩年にはジェームズ四世とマーガレットの彦にあたるスコットランド王ジェームズ六世のみが広く受け入れられる人選となった。スコットランド王ジェームズ六世王冠連合を偶意的に示したピーテル・パウル・ルーウェンスのミネルバとイングランド・スコットランド・ユニオン1632年、1633年。エリザベス一世の晩年にあたる1601年より、 エリザベス一世の長身サーロバート・セシルは、ジェームズ六世と秘密裏に分通して、恩意継承が円滑に行われるよう準備した。セシルは、ジェームズ六世への助言として、恩意継承について、エリザベス一世に圧力をかけず、あくまでも敬意を持って、親切に接するようにと述べた。この策略は、成功を収め、エリザベス一世は、ジェームズ六世への手紙で交換を示し、 感謝を述べた。1603年3月、エリザベス一世が間もなく死の床につく頃、セシルはイングランドを即位宣言の草案をジェームズ六世に送った。各地の要塞は警戒をはじめ、ロンドンの守備も補強された。そして、エリザベス一世は3月24日未明に死去、ジェームズ六世の多い継承はわずか8時間にも満たないうちにロンドンで宣言された。 ジェームズ6世によるイングランド国王即位という知らせは各地で特に反発や騒乱もなく受け入れられた。1603年4月5日、ジェームズはエディンバラを立ちロンドンに向かったが3年ごとにスコットランドに戻ることを約束した。ジェームズはエリザベス1世の葬儀が終わった後にロンドンに到着するようわざと簡慢に進み各地の名士も気前よくジェームズを歓迎した。 イングランドの住民は、ジェームズの王位継承が、社会不安や外国からの侵攻を引き起こさなかったとして歓迎し、ジェームズが各地を訪れると群れを成して、会いに行った。ジェームズがロンドンに入場した時も、同様の状況であり、国王を一目見るために我先に訪れた群衆が、怪我する事件もあった。7月25日に、イングランド王としての戴冠式が挙げられ、トマス・デッカーや、 ベン・ジョンソンが軍医師を表したが、薬病の流行により祝祭は制限された。それでもデッカーが述べたように、街路が人で溢れるほどの盛況だった。スコットランド人による統治への意図がこの時点までに残っている可能性もあったが、ジェームズのロンドン到着で待望論が講じた。というのも、イングランドはすでに多い継承問題に長年悩まされており、 エリザベス一世の治世晩年もそれほど明るいものではなかったからである。しかし、ジェームズへの歓迎ムードは短期間で終わり、また彼の行動も反感を買うことが多かった。その最たるものとしては、ジェームズの国王としての称号であり、彼はグレートブリテン及びアイルランド国王として統治することを望んだが、イングランド議会はそれに強く反対した。 ジェームズ一世は1604年3月19日にイングランド議会で初めて演説し、私が夫で島全体が合法の妻であり、私が頭で島が体であり、私が牧羊者であり島が羊である。福音書に基づくキリスト教国をたる私が二人の妻を持つ重婚者、分離したあるいは怪物のような体を持つ等、二分された羊を買う。 牧羊者であると考える輩がいないことを望む。と述べた。しかし、ジェームズ一世の野望はほとんど歓迎されず、イングランド庶民院の議員は相次いで、イングランド王国の国名と国土を守ることに動き、法律の更新や条約の再交渉を課題として挙げた。ジェームズ一世はそれまでスコットランドの反法権制で、ただの演出に近いスコットランド王国議会しか、 経験しておらず、君主に立てついてきたイングランド議会からの攻撃に、ショックを受けた。その結果、ジェームズ一世は、イングランド議会を無視し、1604年10月20日の国王陛下の称号に関する宣言で、グレートブリテン、フランス及びアイルランド国王、信仰の擁護者などの称号の使用を宣言した。この強引な行動は、 スコットランドでさえ歓迎されなかったが、イングランドスコットランド領議会は、称号問題を検討するよう催促された。結局、検討は数年間続いたが、ジェームズ一世の望んだ結論は出なかった。ジェームズ一世は合同の象徴として、効果を統一し、新しい紋章を設計した。新しい国旗も設計されたが、 新設計は論争を呼ぶものであり、イングランド側が受け入れられる設計に、スコットランドが不満を感じ、その逆もしかりだった。最終的には、ジェームズ一世が1606年4月12日に、ユニオンフラッグの設計を発表したが、スコットランド側はそれを、スコットランド国旗の上に、イングランド国旗を重ねたと感じ、イングランド国旗の上に、 スコットランド国旗を重ねたという別の設計を1707年まで使用した。ジェームズ一世が新国旗を発表した後も、イングランドスコットランド両国の船は、引き続きそれぞれの国旗を使用し、ユニオンフラッグが普及するのは、オリバー・クロムウェルの五国教時代のこととなった。ありがとうございます。